こんばんは。こんばんは。でん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 。お疲れ。明日の21時から、明日の21時から、ショールームの販売配信をします。写真集の販売配信をします。昨日はありがとう。こちらこそありがとう。徳島楽しかったね。お疲れ。明日の21時から初めての制限の数はあるの？ない、ないよ。なんかショールームの設定自分でしなきゃいけないんだよ。今日の Q さん売り切れてた。売り切れとかあるの？特典あるよ。売り切れとか存在するの？後から発送するのに。私のやつは多分無限に買える気がする。出版社が違うからあれだけど。よいしょ。楽しみ。私初めてね、パラシュート飛ぶの、ショールームで初だよ。私さ、結構ショールームでいろいろな企画やってきてさ、今までなんか何でもやってそうでしょ、ショールームで。けどね、初パラシュートなんです。明日がワク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 。そう、こんにちは。なので皆さんよろしくお願いします。
こんばんは。あ、今日の写真集公式ツイッターの動画見ましたか？なんかちょっとさ、写真集公式ツイッターさんさ、大放出しすぎなんですけど。皆さんこれ見ておって思った人は予約してくださいね。人魚みたい。ツイッターです。なるほど。作ります。はい、だって人魚みたいって言ってくれてる。泳げてたでしょ、ちゃんと。あかりんご、この動画を見て写真集の期待値が爆上がりしました。嬉しい。やったやった。ここがハゲている。やばい、これ夏のあるやつだ。やばい、夏が来た。みんな聞いて、夏のポニーテールの影響がやばいです。これな、毎年なるの。毎年なるんだよな。噴水ポニーの影響がやばい。夏毛。だから最近気使ってポニーとかツインにしてたんだけど、やばい。なる、夏毛だ、ニャンスケ。噴水ポニーの時に髪の毛がバカみたいに抜けるんだよ。元に戻るけどね。そう、ニャンスケ、ニャンスケ現象、セルフサマーカット。オンライン、8月31日のオンラインお話し会の決済まで終了しました。お、嬉しい、ありがとうございます。決済を忘れずに。皆さん、このね、この夏の噴水ポニーの影響によるこの薄毛がね、あの生えてくる時にこの辺に短い毛が増えるんですよ。秋ぐらいにこの辺に短い毛が増えてくる。冬に戻る。ニャンスケが、ニャンスケ現象。あかりちゃんという生き物。にゃん、疲れんかな。
今日はね、置いた後ね、もんじゃ食べに行ったんだけどね、めっちゃもんじゃくせ、やばい、嗅いで、お好み焼き屋の帰りの匂いがするから。やばいやばい、やばもん、このもんじゃの匂いが、これ何の匂い、油ソース、お好み焼き屋の働いてる人とかめっちゃつくだろうな。もんじゃ2枚食べた。鉄板にソースの香り、めっちゃ油の匂いです。普通のもんじゃと明太もちもんじゃ食べました。焼くの結構上手、なんか自分で焼いてくださいスタイルだ。なんかね、お店の人が聞いてくれるじゃん、焼き方わかりますかって。そしたらね、葵ちゃんがね、葵ちゃんがね、なんかはいって言うのよだけど、葵ちゃん焼いてくれるんやって思ったらねそう、はいって言ってね、お姉さん分かりましたって言ってどっか行ってね、で、葵ちゃん焼いてくれるんかなって思ったらね、あの、くちゃん焼くの得意やろって言われてね、私か私嬉しかったですよ、もう得意ですから。そのために家でフライパンでいっぱいやってますからね、うん、ちゃんとキャベツ刻んでくれました。かわいいでしょ、うん、チューするとこやった、あぶねあぶね、チューするとこやったわ。結構上手にできました、よかったよかった。キュンキュン、こんばんは。おいたん、ギターパインありがとう。寒い、帰ってきてさ、その勢いで急に冷房グワッてやるからさ、いつも寒、ちょっと温度を上げましょう。26度、28にしちゃう。およ、およ、およ。空気の入れ替えは一回もしてない。空気の入れ替えは一回もしてません、人生で。
してください。失言、習ってない。習ってないもん。空気の入れ替え習ってない。まだ平成の空気、そう、まだ平成の空気です。キラキラ、空気感売ろうかな。ここまだ一回も空気入れ替えてないから、空気感売ろうかな。こんにちは。福ちゃんロス状態です。まあ嬉しいわ。成人式楽しみすぎる。それな、それな。ねえ、今日のスケちゃんの写真見てくれん？ガチやべえやつ、やばすぎて、2回保存しちゃったのと、あとね、聞いて、私この今日今からこの写真を見て、今日見て送られてきて、親から。で、これ見た時に何て言ったでしょう。答えは、あー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 って言いました。一人で、家で一人で。誰も見てないし、ショールームもしてない。ただ家、本当に、わーわーわーってガチで言いました。でもね、わーって言いたくなる写真です。どうぞ。じゃん。すごすぎない？これはさすがに。わけど、これはそうなの。私も写真集の表紙にしたくて、これをどうしても、でも間に合わない、さすがに。もうこれ写真集の表紙にしたいよね。私もそう思った。なんかこれだったら表紙撮られてもいいなって。なんかもし確かにさ、自分の写真集だし、表紙は自分が飾りたいけど、表紙って憧れじゃん、やっぱアイドルとして。だけどさすがにこれは譲りたいって思った。お
ガチでこれいい。みんなが明日写真集買ってくれたらこれ送るわ。最高すぎるからお願いします。頑張って写真集をヒットさせて早く2冊目を作ろうぜ。2冊目の写真集は目標し決まったから、欲しすぎます。楽しみ。好きちゃん、ドゥ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 。なんか平成のアイドルみたいな感じのやりたいな。あややとか踊りたいな。イエーイ、めっちゃホリデー、キキの夏気分、イエーイ、スバトンサマータイム、ノリノリで壊したい。確かにファンミやりたい。昭和この前やったんだよ。だから次平成かなみたいな。ファンミやりたいな。そう、ファンミやりたい。ももクロいいね。ももクロファンの人 の, あのお客さんのさ、あのこう肌感的にど何を通ってきてるの。なんか私さ、アイドルオタクだからさ、なんかベリーズ工房とかさ、なんかももクロとかさ、なんかまあメジャーどころは一通り知ってるっていうのはあるけどさ、みん48のファンの人って48しか入って通ってない人多いんだよな。そうだから意外とね、初恋サイダー歌ってもキョトンの人が多いイメージなんだよね。そう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 、だからむずい。いや、スーパーガールズ歌いたいけど、スーパーガールズ歌ってもキョトンでしょ、正直。ね、48グループ、結局だからカラオケ企画とかあってもね、なんか、
結局守りに入っちゃうんですよね。48グループにしとこう無難にみたいな。中森明菜をやってくれ。中森明菜この前やったよね、少女 A やった気がする。しかも中森明菜意識のグッファンクラブだし、ファンクラブ入ってるみんな。うわ目遣い盗んで見ている。あピンクレディいいね。明菜ちゃんファンですかっていうか、中森明菜の雰囲気が好きで、だからファンか、だからそれは。この写真、あの令和の中森明菜ってイメージでこれ撮りました。ちょっとポーズが中森明菜じゃないけどね。あとね、福フェスの、福フェスボリューム3の時ね。福フェスボリューム3の時に、ファンクラブ入ってる人、福田のファンクラブ入ってくれてる人に、なんか渡すやつ、決まったんで、これはあげれそう。まだちょっと、昨日の夜相談して今日 OK ってなって、制作段階だけど、これ系をあげれそうです。なんでファンクラブ入っといてください。ありっちゃん、うちわが増える。まあでもこれは公演中にこう出すうちわってよりは、なんだろうね、イベントとかの時のうちわ、なんか むずい。あのこういうものだから、その耐久性はないからね。押しうちわとはまた違う気がするけど、お仕打ちはお仕打ちはでね、皆さんお持ちかなと思うので、でも写真集でさポストカードいっぱいゲットするやん。なんかファイリングしてほしい。ポストカードやったらこの生写真入れにも入れるやんね。私も集めよう自分のやつ。ポストカード集めよう。だってポストカードだけでさ10種類か20種類ぐらいあるからさ、なんならポストカードをこうやってファイリングしたら一冊写真集できるからね、と思わない？ちょっとサイズわかんないけど、
耐水スプレーを一かけすると押し打ちは長持ちするぞ。あ、そうなんだ、ありがとう教えてくれて。そうで、明日が1個目のポストカードだから、そう、まあちょっとコンプするのは大変かもしれないけど、もし集めようって人はね、ぜひ明日からファイリングしてください。ポストカードの写真、あのいろんな種類を考えてるので、はい、お楽しみに。ポストカード何件回らないとですか？え？通販で完結するかも。うん。明日ショールームであるんですか？あるよ、9時から。あれ？ショールーム告知してないの？まだ。告知されてないんだ。早くしたらいいのにね。当日に言われたってさ、当日に言われて当日の夜9時に見れなくね。明日のね、いつだって時間を空けてもらえると思うなよ。ファンの人だって忙しいんだ。で、初パラシュートするかけん、お楽しみに。福田ツイートしとこ。よし、ツイートしたなり。泳いでますね。ツイッターですか？ツイッターです。なるほど。なるほど。作ります。緊張してるね。渋谷の広告の写真が表紙？違う。表紙はね。表紙の写真、そうだ、まだ出てないのか。表紙は、表紙の真似。表紙の真似。難しい。こんな感じです。いや、むずい。頭の中に思い描いてる自分と今のポーズがちょっと違いすぎる。ちょっとごめん、表現力がゼロだった。
お楽しみに。期待してて。ランキング読もうかな。ゴロゴロゴロミちゃん。配信ありがとう。こちらこそ。金本先生、福田ポイントカードなくしました。私どれぐらい貯まってますかね。5兆インフレ人生ありがとう。千人、ありがとう。福太郎、ありがとう。サンデー、サイレンス、ありがとう。セブン、ありがとう。あーよし、お疲れんこん。にゃんすけさんのお姿すごい。明日の配信楽しみです。ティハ、ティハガオありがとう。山猫坊主、ありがとう。マグ、ありがとう。ナナ、うどんしか、わー、すけちゃんラブ。ガオガオニャンスケさん。ワン、ありがとう。リョウニャ、アカリンを買うときは夏毛になる場合もある。メモ。そう、ポニーテールにご用心。夏毛、夏毛、ユーキー。この前の広島でのリアルお話し会の浴衣が印象に残っていて、行けばよかったなぁと少し後悔しましたが、応援しています。いつもありがとうございます。じゃあまた写真いっぱい載せるので、じゃあ来年はぜひ浴衣見に来てください。ありがとう。南蛮の人とありがとう。1位は埼玉の大分、あんがとん。はーい、というわけでですね、私は明日のパラシュートがとっても楽しみにしてますので、皆さんぜひお集まりください。よろしくお願いします。私が福田はって言ったらストウチって言ってください。お願いします。福田はストウチ。ガオガオニャンスケさん、サラダの飯はうどんで決まりです。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。ゴロゴロゴロミ、お疲れんこ、おやすみんみんゼミです。いやーすごいな、すけちゃんってなんか長いこと一緒にいるけど初めての顔をまだ持ってたんだな。見たことない表情。キュン。じゃあまた明日。お疲れ様。爆睡してね。明日も暑いと思うので気をつけてくださいね。台風の備えもしっかりね。お疲れんこ、おやすみんみんゼミです。
ありがとうございました。また明日、バイバーイ。顔がおにゃんすけ、顔、セブンベア、ありがとう。